ベリーティーミルクじゃなかった？うん。こちらの内容でよろしければお支払いです。お支払い方法をお選びください。決済端末がかかりましたら、カードまたはスマートフォンをかざしてください。完了しました。フルーツがいっぱい入ってる。そう。でこれはなんだっけ、女子に大人気だっけ。なんだっけ。なんか女子に大人気って書いてあったんだけど、メニューの名前がベリーティーミルク。ベリーティーミルク。ベリーティーミルクです。よくかき混ぜて、うん、はい、いただきましょう。いただきます。お、混ざったらミルク、お茶の感じが甘くないのがいい。これ甘かったらちょっと飲めない。うん、甘くないからすごく美味しい。甘くないから変な言い方だけど、飲んでみて。まずはプルッと、うん、どう、さっぱりするでしょ。 あの暑いから甘すぎるよりちょうどいいって感じ。ちょうどいいでしょ、この暑い時にちょうどいい。そうそうそう。ちょっと後ろの店員さんが入っちゃうから消しちゃった。はい、おう、竹谷さんなんだっけこれ。食べる季節のフルーツ、うん、で甘さも自分で選べるんだよね。甘いのから、竹谷さんちょうどいいよ、普通にしたんだよね、うん、いや、すごい果物が、果物めっちゃ入ってる。すごい果物たっぷり。どうぞ召し上がれ。甘さ普通にしたんだよね。甘党の人から甘みをあんまり感じないぐらいまで、お好みで、うん、なんかお茶しながらデザートも食べてる感じ。どんな感じ。美味しい、うん、当たり前だけどベリーと、うん、なんだっけこの名前出てこない、これブルーベリー、うん、うん、酸っぱ、酸っぱくて美味しい、さっぱりして、うん、食べる季節のフルーティーは一番いいかもしれない。いろんな果物いただける、美味しい。
クスサンドとか。うん。こんにちは、ブレスのチャンネルです。はい、ブレちゃんです。今日ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日も食べてきちゃいました。美味しかったです。なんて言うんだっけ、お名前。富里フェイス。うん。あの、コンテナがいっぱいあって、うん、そのコンテナごとに違うお食事とかデザートとか、デザートっていうかお飲み物があって、うちは曲がれない。あ、ダメだ。あの竹谷さんが頼んだなんか、あ、フルーツがたっぷり入ったティーで、甘さとかも選べる。選べる。で、全部オーダーはこのこういうなんていうの、タッチパネルで。で、現金でもカードは分かんない、見なかったけど QR コード、まあ、ペイペイとかそういったのでもお支払いができます。甘さも控えめから普通から甘党の方用の甘いやつまであって選べる。竹谷さんのやつはすごいリーズナブルだったよね。そう、650円で、うん、あの M サイズとかいろんな果物入ってたんでしょ。マンゴーとか、マンゴー、梨、いちご、うん、スムージーとかも美味しそうだったんだけど、なんか果物入ったのが私も飲んで食べたかったから、うん、なんかドリンクと果物のカットがこうセットになったみたいなやつだからね。私、あの女性人気一番のベリーティーみたいな、ベリーとなんだっけ、あの黒い、違う、黒いのブルーベリーとお茶とミルクが混ざって入ってて、飲む前に自分でこうやって混ぜて、美味しかった。あのさっぱりしてて、夏場だからあんまり あの外でいただくからね、さっぱりしててめちゃめちゃ美味しかったです。ベリーも酸っぱいから逆にその酸味が美味しくて、で牛乳とそのお茶がすごく合ってさっぱりしてて美味しかったでしょ。果物いっぱい食べたいときは竹谷さんのやつがいいんじゃないかな。竹谷さん甘さ普通にしたんだよね。ちょうどよかったね。甘すぎず、あの酸っぱすぎず。でもマンゴーもらって食べたけど、マンゴー美味しかった。なんか他にも食べたいお店さんがいっぱいあって、なんか前からそのベイエフじゃないよ、ラジオ成田のあれもやってるみたいなのでちらっと知ってて、でこの間あの後藤祐樹、今度八街の市議会議員の選挙出るけど、その人も行ってて、で YouTube に上がってたから、あ、じゃあ行ってみようと思って今回行ってきました。すごくあの楽しいところだった。あのちょうど定休日でやってないお店もあったんだけれど、うなぎがあったりね、なんかあのタコライン、タコなんちゃら、あとバーベキューハンバーガー、うん、カレーもあった、スープカレーもあったし、あとペットのお洋服もあって、なんかいろんなお店がコンテナにあるからすごく楽しい。でね、あそこだとほらいろんな国の料理が食べれるじゃない。中には今日ご飯はいらないなって人が家族で一人いたとしても、その果物の入ったジュースのとこでもいいし、トンドンとかもあったし、すごく美味しそうだった。どこも美味しそうだった。あとあのジンギスカンやってるお店もあったみたいで、そこはあの今日お休みだったのでどんな感じか見れなかったけれど、でもあのテーブルの上にこうメニューが、大まかなメニューが置いてあるから、それで探せるし、なんかあの巨大な扇風機が置いてあって、なんか水を入れてたのね、お店の人が。でその水を
を吸って霧状になって扇風機でブワーンって今あるのね。あれすごい良かったよね、涼しくて、うん、霧状になったあの霧みたいな水がこう扇風機で自分に来るから涼しくて、ちょうど帰る時ワンちゃん連れの方いらしてね、チワワちゃん連れて、銀ちゃんだって、ちっちゃくて可愛かったね、うん、触らせてくれて、うん、珍しいよチワワで、だってパクってすごく可愛かった、お嬢ちゃんも可愛かった、うん、宿題のことなんか、うん、宿題のこといろいろ教えてくれた、多分ね、英語で書いてあったからそういうとこ言ってるんだと思う、あの日本語の宿題じゃないんだもん、あのごめんおばちゃん英語全然わからんわと思いながら見てたんだけど、英語でなんか全部書いてあった、そういうなんかインターナショナルスクールみたいなとこ通ってらっしゃるんじゃないかな、だって全て英語なんだもん行ったらまた違うのやるんだとかってなんか教えてくださった、可愛かった、ちょっとね涼しいとこにもう私たち帰るからお声掛けしてね、ワンちゃんかわいそうだしあっち行ったら、いやでも美味しかったね、あのドリンク、果物も一緒にいただけるのがいい、今度はあれだね、ご飯で行きたいですね、今度ご飯で行ってみたいね、いや美味しかった、果物と一緒の飲み物って美味しいんだね、気になった方ぜひ食べてみてください、すっごくなんか楽しいです、そこまで暑くなかったしね、そうそうそう、うん、あの扇風機から霧が出るのがすごい素晴らしい、あのアイテムがあれあるんだね、外のイベントああいうのがあるといいね、富里のあの高速の入り口のあの道からちょっと外れるところに、うんうんうん、でも逆に入りやすくてよかった、メイン通りにあったら逆に入りづらいよね、一本入るから逆にゆっくり入れるし、メイン通りは基本的に駐車場がすんごい広い店舗以外は厳しいから入るのが、中に一本入ってるからなんかいいな、隠れ家的というか楽しかった、美味しかった、気になった方ぜひ食べてみてはいかがでしょうか、行ってみてください、ぜひぜひ。